島始まって以来の、なんとビッグなプレゼントのお知らせがあるんです。ビッグなプレゼント、はい。さあ、こちらですね、11月26日土曜日と27日日曜日に相葉浜公園で開かれる第1回徳島ご当地 B 級グルメフェスティバルという食の宝庫徳島にふさわしいイベントがあるんです。はい、このイベントで使える1000円分のお食事券を、なんとドッドーンと100人の方に先着でプレゼントいたします。すごい、これは100人ですよ。すごいですよね。すごいです。しかもたくさん美味しいものが食べられるイベントなんですよね、うん、まず食べられるのが徳島のご当地 B 級グルメ、例えば徳島バーガー、徳島ラーメンだとか、カレーだとか、うん、坊勢のお寿司だとかね、うん、ナルト大を使ったものだとか、本当に数えられないぐらいいっぱいあるんですよ。ありますよね、はい、ただそれだけではないんですよ、うん、B1 グランプリの常連ともいえます、うんうん、はい、秋田県の横手焼きそばなどの全国の有名店が徳島に集結するんです。こちらも見逃せませんよね、うん、もう応募方法がきっと皆さん気になってると思う。気になります。こちらが応募方法です。メールかファックスかハガキでご応募できます、ご住所、お名前、そして電話番号、さらに今月のラブラブ徳島の、お便りテーマであります熱中していること、あなたが熱中していることを書いてご応募ください、先着で100人の方に1000円分のお食事券をプレゼントさせていただきます。なかなかこれだけたくさんの、ね、B 級グルメ一度には味わえないですよね。そうですよ、また全国からの、ね、うん、B1 グルメも、ね、味わえるということで、こちらも楽しみですので ね、はい、でね、ぜひご家族でお友達で一緒に行っていただきたいですよね、うんうん、そうですね、1000円分お食事券があったら、あ、いっぱい食べられそうですね。そうですよ、ぜひご家族の分も一緒に、ね、ご応募いただいて、はい、たくさんのご応募お待ちしております、はい、お待ちしてます。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。